自分をね、正当化するためにもうあらゆるずるいことをしてきます。こんにちは、不倫解決カウンセラーの川村です。はい、今日はですね、不倫夫のずるい手口ということをお伝えしていきたいと思います。私もね、これまで、9年間で6000件以上の不倫解決のカウンセリングをしてきました。で、その中でね、本当に驚くほどですね、なんか変な感じになりましたね。なんかずるいね、不倫夫がたくさんいたんですよ。で、私はね、主にそのシャレ妻さんですね、シャレ妻さんの不倫解決のカウンセリングをしてるんですけども、本当に言葉悪いですけども、腐った男がね、めちゃめちゃ多いんですね。まあ本当少なくないってことなんですね。もちろんその不倫になるっていうことは、まあどちらかがね、一方的にものすごく悪いわけじゃないんですよ。どっちも悪いっていうことがあるんですよ。にしても不倫夫たちっていうのは、まあ、その自分をね、正当化するためにもうあらゆるずるいことをしてきます。うん、で、そこで今日はそのずるい夫たちですね、ずるい夫たちの手口をね、 YouTube でこうやって大々的に、公開することで、一人でも多くのね、不倫をされている妻が救われたらいいなっていうことを思います。うん、本当にね、ずるいんですよ。汚い、もうペーって出るぐらい汚いもう手口が多かったので、うん、まあ、ずるい手口、ずるい不倫夫たちの手口に乗せられないように、私たち妻というのはね、気をつけていきたいですよね。はい。ということで、この動画では不倫をされている奥様、旦那様向けに、どうやったら夫婦円満、家族円満になれるのかということを中心にお伝えしております。今、LINE 公式の方では、1年の不倫の流れがわかる不倫年表と、あとは、不倫発覚時に多い15の質問の小冊子というものをプレゼントしておりますので、概要欄から登録くださいね。はい、ということで本題です。不倫夫のずるい手口3つをお伝えしていきたいと思います。1つ目、妻の不倫を疑い探偵をつける。はい、これ実際にいました。私の周りの人でもいました。本当にずるいですよね。自分の不倫を去っておいてですよ、妻の不倫を疑って、しかも妻の不倫を捏造しようとする。それは周りの印象も含めてです。妻は全く、その不倫ということをやってないんだけども、自分が妻の不倫で悩んでるふりをして、実際は自分が不倫をしてるんだけど、自分は不倫、妻の不倫で悩んでるから、そういう不倫をしてしまったということを、こういう、こじつけをする目的で妻に不倫、探偵をつけるということがありました。うん、なんでこれ、探偵をつけるっていうのはどういうふうにするかっていうと、妻の飲み会っていうものを子供から、話を聞くんですね。お母さん今日どこにいるの、お母さん今日は何をしているので、今日高校で飲みに行くって言ってたよって言った時に、その時に、探偵をつけて、そのお母さん、もちろんその女性ばかりだったら問題ないんだけども、まあ、例えばその職場の飲み会とかで男性と2人で歩いてる後ろ姿の写真を探偵に撮ってもらって、それをあたかも男とデートしてるかのようにみんなにばらまくってことですね。みんなにこれで僕は悩んでるんだっていうことを、なんかこう印象付けて、自分が不倫をしたっていうことを周りの評価、自分の周りの評価が下がらないように、そういうこう仕込みをする、本当にずるい吐き気のする、不倫夫がいました。うん、まあ私の近くにいました。で、本当にそういうとこって何、少年が腐ってるんですよね。もうちょっと言葉が悪いですけども、でね、そういう人ってなんだ、その自分がね、なんかいいように見られるためには何でもするってことじゃないですか。もうそういう子供、その人たちの子供たちには本当に申し訳ないんだけども、本当に一日も早くそういう腐った男から離れた方がいいんじゃないかなって私思います。だって人間ってね、やっぱりその人に影響されて自分の中の価値観っていうのが出来上がっていきますから。うん、まあ言うても、まあ、奥さんがね、生活力がなかった、そこちょっと難しい問題になりますけども、とにかくそういうずるい人がいます。うん、なので、まあ、1番目は妻の不倫を疑い探偵をつけるということです。これは、この理由は自分の不倫を正当化する、その目的は妻から慰謝料を取ろうとかじゃなくて、周りを印象操作するために不倫を、奥さんの不倫を捏造するということですね。はい、次2番目は、
夫婦喧嘩を録音してモラハラという、これも実際にありました。でこれはね、感情的になった妻のところだけを切り取るんですよ。本当にずるいでしょ。もうなんていうのかな、この男っていうよりは女が腐るというか、もうウジ虫が腐ったような、まあ、ちょっと言い過ぎかもしれないんですけども、よくそんななんかことをするよなって思いませんか皆さん。私は思うんですね。で夫婦喧嘩ってやっぱり普通にね、夫婦でいると夫婦喧嘩ってやっぱりあるじゃないですか。あると思うんですね、長く夫婦をしていると。で妻が感情的になるように、こっちがわざとに仕込むんですよ。だから、録音する前に妻が感情的になったところで録音ピッて回すんですね。携帯の録音でもあったり、あと IC レコーダーもありますからね。で妻がギャーって怒ってるところを、録音をして、で自分はなんかボソ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 って喋る。その前は大きな声で怒鳴ったりとか、なんか妻がね感情的になるようなことバーって言ってるんですよ、録音する前ですね。っていうことを言うってこともありました。で、自分が大きな音を立てる、で大きな音を立てたおいてやめろよお前っていう、これもまあ言ったらモラハラとか、そういうこう、まあ、DV をされたことの捏造をするっていうこともありました。夫婦喧嘩ってやっぱり密室の出来事なんで、そういうこうずるいことをする、このなんか腐った男がいます。うん。なんで、私たち妻っていうのは、旦那さんが不倫をしている場合、まあもちろんこれが、妻が不倫をしている場合も同じです。されおとさんたちがこういうことをね、まあ見ててね、これ奥さんもやる可能性がありますので、本当に注意をしておいてくださいね。うん。はい、次3つ目ですけども、妻の悪口を子供に吹き込み味方につけるっていうことですね。でさっき1番目に伝えた、妻の不倫を疑い探偵をつけるっていうところで、子供に、妻の様子を、まあ、実はこう事情聴取するんですよね。いちいち何があると、これを奥さんに妻に聞くと、妻から怪しまれるから子供にわざわざ聞くんですね。もう本当その時点でずるいですよね。うん。で子供にね、子供のことをまあ離婚したらね、引き取ろうなんてまず全く思ってないくせに、なんか、子供にそういう証言をさせようとするんですよ。うん。で子供にその奥さんの様子を、妻の様子を聞いて、子供が母親の不倫を疑うように仕向けるっていうことなんですね。だから離婚となった場合に、自分はいい父親だったんだ、お母さんのせいでこういうことになった、でも自分は仕事をしているから、仕方なくお前たちは子供、お母さんのところに預けるけども、お父さんはお前たちのことをね、思ってるんだよという、このずるい手口っていうのもありました。うん。で、そういう子供たちを洗脳すると、妻の方がね、ほんと悪者になってしまって、全く自分は不倫をしてないんだけども、まあ子供たちがね、お父さんの味方をつけたりとかね、まあ子供たちのお金もとか渡したりとかするんですよ。今までは全くお小遣いも渡してなかったのに、これでなんか買っといてとか言って、子供たちを自分に味方をつける。で、自分が不倫をしてるなんて子供には全く気がつかせない。もちろんするんですけども、うん。で、あと、子供たちの味方につけたら、家族で集まった、まあ、例えばお正月とかね、お盆とか集まった時に、子供にお母さんがこんなんなんだっていうことを言わせたりとかいう風な、本当にずるい腐った不倫夫がいました。でこれね、まあ、何も不倫夫だけじゃないんですよ。これは、ま、もちろんこれが、やることが多いのが、まあ、女性、私たち女性もねちょっと腐った分もありますから、そういうことをやることがあります。うん。でね、私思うんですよね。で子供ってある意味本当に被害者じゃないですか。不倫とか夫婦問題っていうのは夫婦の問題であって子供の問題ではないんですね。だからその問題の中に、夫婦の問題の中に子供を入れ込むなって思います。うん。だって子供の未来に大きく影響してきますからね、この夫婦関係っていうのが。うん。はい、ということで今日は、不倫夫のずるい手口ということで3つお伝えしました。1つ目が妻の不倫を疑い探偵をつける、2つ目が夫婦喧嘩を録音してモラハラという、3つ目が妻の悪口を子供に吹き込み味方につけるということでした。はい、ダブル不倫、シングルマザー不倫、
本当に増えてますから、私たち妻、そして、不倫をしてない旦那さんたちっていうのはね、ちゃんと心をしっかり土台整えて、この家族っていうものを守っていってほしいなと思います。はい、ということでこの動画では不倫をされている奥様旦那様向けに、どうやったら夫婦円満家族円満になれるのかということを中心にお伝えしております。もしよかったらチャンネル登録、あとコメントの方よろしくお願いいたします。それではまた。